私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前この取扱説明書よく読んで、ずっと楽しく優しく扱ってね。いてものにつき返品交換は受け付けません、ご了承ください。不具合になることがあります。訳を聞いても答え聞くせずにほっとくと怒ります。いつもごめんなれども、そんな時は懲りずにとことん付き合ってやめましょう。定期的に褒めると長持ちします。爪が綺麗とか小さな変化にも気づいてあげましょう。ちゃんと見ておいてでも余計なことは気づかなくていいからね。もしも少し古くなってきてね、普通にするときは二人で初めてで、ね。